図にあるように21人が歩いていた公園に向かっていた後ろから時速60キロの車が追突しました。4人が亡くなり17人が怪我を負いました。びっくりしました。で、僕はそのことをブログに書いたんですが、いろいろ調べていました。2ヶ月後ここに福地さんという人が写っていますが、事故でお嬢さんを亡くされた方です。その人が僕に、僕のブログに、皆さん、あなたのような人と一緒になって日本の法律を変えたいと言って書き込みをしてくれました。連絡が始まって4日後、僕は署名運動に協力してきました。この人たちが亡くなった4人の子のお父さん、お母さんたちです。もっと厳しい処分をすべきだ、法律を変えるべきだという主張です。僕は恥ずかしいことなんですが、この署名に行くまで日本の交通の法律について詳しくありませんでした。